ムンジエイン大統領は26日、世界的な性暴力告発運動として続いているミートゥー運動に関連し、被害事実を暴露した被害者らの勇気に敬意を表し、この運動を積極支持すると述べた。また、司法当局は、被害者らの勇気ある行動に行応し、積極的な捜査を行わなければならないとし、 被害者の暴露がある場合、刑事告訴意思を確認し、申告罪条項が削除された2013年6月以降の事件は、被害者の告訴がなくても積極的な捜査を要請するとした。さらに、文大統領は司法当局に向けて、特に、強者である男性が弱者である女性に対して、 力や地位で踏みにじる行為はどのような暴力であっても、どのような関係であっても、加害者の身分や地位がどのレベルであっても、厳罰に所するべきと要請した。